心診療所チャンネル精神科メンタル分野の言葉今回は未治療期間についてやっていきたいと思いますよろしくお願いしますよく体の病気で早期発見早期治療が大事という話がありますこれはメンタル分野でも基本的には同様と考えられます背景に特に統合症状で言われます未治療期間の話があります 今回はこの未未治治治療療療期期期期間間ににつついいいいいいて見ててて見見見ききたとと思ままますすず早早発よく体の病気で言われることを振り返りますと早期に見つかると治療しやすいけれども進行してしまうとなかなか治療が難しいなので早期発見早期治療が大事ということがよく言われます。早期発見早期治療ができるとどういうことがあるかというとまず治療は弱めの治療負担の少ない治療で改善が見込めると。 そして、感知しやすいというところ。また、後遺症も少ないことが多いと。そして、予後は基本的にはいいということがあります。もう一方で、発見が遅れるとどうかというと、まあ、強い治療が必要になって、感知もしにくいと。そして、後遺症も大きくなりまして、予後も悪くなるということがあります。まあ、例外があるとすれば、こういうものがあると見ていきますと、まずは、自然に治る病気。この場合は、早く見つけなくても自然に良くなるということがあります。二つ目が、治療法がない病気。 見つかったんだけど治療法がない場合はあまり変わらないかもしれないと3つ目が変化を見る必要がある病気すぐ治療というよりは経過を見て治療方針を決める場合はまあ、早く見つかるのは大事なんだけどもそれはすぐ治療にはつがらないかもしれないまあ、ということがあるんですけれども一般的には早期発見が大事ということがありますで早期発見というのは言い換えると未治療期間を短くするということになります この未治療期間という言葉を見ていくとこれは発症してから治療開始までの時間になります多くの場合これが短い方が予後がいいというところがありますそして短くするにはどうすればいいかというと早期発見早期診断が必要になってくるということになります続いて統合失調症と未治療期間を見ていきますこの統合失調症でも未治療期間が大事ということがあります 統合失調症とは振り返っていきますと、これは悪化したときに幻虫や妄想などが目立つ脳の不調になります。脳のドーパミンの作用の過剰が言われまして、それを抑える抗精神病薬などで治療していきます。これにおいて未治療期間が基本的に短い方が予後がいいというふうにされます。統合失調症と未治療期間を見ていきますと、これは統合失調症の社会的予後と未治療期間が非常に相関しているという話。なので早期治療で未治療期間を縮めることが望まれるということがあります。 ただし早早期期発見ととと診断には一部難しさがあるというところがありますこの未治療期間が統合調症で長引くとどういうことがあるかというとまずは原虫や妄想などが慢性化してしまったり悪化してしまったりすることがあるというところ2つ目が陰性症状や認知機能障害といった社会生活を送る上でのある種の後遺症が強くなってしまうというところがあります。三つ目で言われるのが 現状がずっと聞こえているなど長期のストレス状態が続くというところある種のストレス反応的なところの影響というところも指摘されるところがあります。これいわゆるアームスということはすアットリスクメンタルステートなんですけれどもこれはいわゆる統合失調症の,前触れの状態になりますこの段階を見つけて正確に診断することができて正確に治療ができれば非常に未治療期間が短い状態で治療ができると。 そして早期介入することでそもそも予防することも期待されるというところがありますこのためにはいわゆる前屈症状というのを見極める必要があります前屈症状の例としては基本的には統合症状ほど目立たない症状になりますけれどもまずは過敏さやイライラというところが出る人がいますあとはなぜか無気力になったり引きこもり状態になる方がいらっしゃいますあとは有名なものといわゆる世界没落体験といってその世界がいつもと違うように感じられるようなあ一種の 妄想近くになりますこのアームスは非常に大事なんですけれども一つずつ課題がありますまずは他の病気でもこれら似た症状、前屈症状と似た症状が出ることがありますそしてこれ治療をしなくても一過性で自然に良く,くなる場合も結構あるというところなのであの一つは誤診をしてしまってまあ、課題に捉えすぎて過剰治療になってしまうリスクはどうしてもあるというところ、まあ、この差事加減は悩ましいところになりますもう一つの 未治療期間短くする対策としてはいわゆる啓蒙活動があります長すぎる治療期間というのをなるべく減らす最小化するというところは目標になります統合症症の知識を身近にしていくことによってもうご自身や周りの人が早めに気づくことができるようにするそれによって結果長すぎる未治療期間を防いでいくというところが一つあります続いて他の精神疾患と未治療期間というところを見ます多くの精神疾患で未治療期間の短縮が治療に有効です 未治療期間が長くなってしまううこととのの影響というのは病気によって違ってきますけれども全般的に見ていくとまずは脳ののダメージいわゆるる的ななもがが出る疾患が少なからずあります2つ目としては認知考え方の謎への影響いわゆる慢性化してしまうというところが言われることがあります3つ目は社会的な不適応を多く主張してしまうことがあるというところ4つ目は病気によってはもう直接体への影響が強く出るというものもあります特に早期発見が有効な ものというのを見ていきますと、まず1つ目としては治療なしでは悪化してしまう場合、見つけることで悪化を防げるということになります。2つ目が影響や後遺症が未治療だと強まっていく場合、これも気づくことでそれを防ぐことができます。3つ目としては強力な標準治療がある場合、この場合は見つけることで治療と改善に直接つながっていきます。 具体的に他の病気の例を見ていきますとまずはそうつ病ですけれどもこれは未治療期間が続きますと層、まあ、での浪費などのトラブルなど社会的影響が非常に強く出てしまうとそしてそこで葛藤してしまうことによっていろいろ心理的なリスクが出るというところあとは統合症状と一部似ていて、まあ、その認知機能への影響も未治療が長いと出ることは臨床的には体験するところです。これは早期治療への 効果というのを見ていきますと、気分安定化標準治療です。それによって病状の安定を図っていくと、それによって浪費など社会的な影響の防止を図っていく。そして認知機能障害に関しても一定の防止効果を図っていくということがあります。ついてがうつ病になります。これも未治療期間が長引くとどうかというと、まず慢性的なうつ状態のリスクが出てきます。そして労働困難、生活困難の慢性化というところが出てくると。そして、 それが続くことで葛藤からの心理的なリスクがいろいろ生じてくるというところがあります。早期治療での効果としては、抗うつ薬などでの標準治療がありますので、これによって症状の改善を見込んでいくと。そして慢性的なうつ状態の改善を見込んでいきまして、段階的な社会復帰を模索していけるということがあります。続いてが適応障害です。これも治療が長引くとどうなるかというと、まずはストレス状態が続きますので、うつ病へ移行してしまうリスクが非常に高い。 あとは否定的思考というところは慢性化して、いわゆる、ま、気分変調症のような慢性化ということが、リスクが期待、リスクが想定されるところがあります。あとは労働を継続することは難しい、労働継続困難の慢性化、反復というところが出てしまうことがあります。これは早期治療での効果を見ていきますと、まずその場、可能であれば環境調整を早めにかけることによって改善が見込めることがあると。繰り返してしまう方でも、ストレスの対象、ストレスマネジメント。 地道にやっていくことで回答を見込めるところがありますこういったことによってうつ病や困難の慢性化というところを防いでいくというところがあります続いてが不安障害になります未治療が長引くとどうかというと、まあ、症状の悪化と慢性化があるというところそして自己肯定感が低下してしまうというところありますそして注意が必要なのがいわゆる引きこもり的な状態というのは不安障害が原因で起こ,起こること多いですそういう慢性化が起こると非常に影響が強いというところがあります 早期治療での効果を見ていきますとまずは抗うつ薬での不安改善、悪化予防というところを見込みますそれを土台として不安にならず脱感さでのまず改善を図っていってかつ何とか自分でコントロールできたという自己肯定につなげていきますそれによって引きこもりを予防してかつ引きこもりがもしあった場合は脱却していくというところが目指していきます続いてが認知症になります ここでは未知の期が長引くとどうかというとまずまあ中核症状はだんだん悪化してくるとそして周辺症状精神的な不安定などが悪化してしまうリスクがありますそれとも連動して介護者周りの家族などが疲弊してしまうというところが非常に懸念されるところです早期発見早期治療での効果を見ていきますとまずは介護保険の導入などによって周辺症状の悪化を防ぐと枠組みをしっかり決めることで周辺症状を防ぐというところがあります それと同時に介護者の疲弊もいろんな角度から防いでいくというところがありますただし一方で元の中核症状認知症自体の進行への治療というのはちょっと限定的なものにとどまってしまうというのが弱点になります続いてが発達障害 ASDADHD になりますこれは未治療が続くとどうなるかといいますと、まあ、社会的な不適応、まあ、学校ですと不登校などにつながりますし会社などでもなかなか長期な労働が難しい場合が出てきます続いて 二次障害と言って、うつ症状が慢性化したり、イライラなのが慢性化してしまう恐れがあります。それらも絡んで孤立してしまったり、社会的な学習が困難になって、悪循環になってしまうということが懸念されます。早期治療での効果としては、まずその疾患があるということを理解して、まあ、学習環境などを介入をすることによって適応の改善を図っていくと。それらも通じていきまして、二次障害を防止したり改善したりすることを見込んでいきます。 ただし特性自体に関してはどうしても残ってしまう ADHD では確かに薬ありますけどあくまで部分的効果ですなので地道なその特性に対してもそれを知ってまあ、長所を生かして短所をカバーするなどの取り組みは続けていく必要ができます続いてがパーソナリティ障害になりますこれは未治療が続くとどうなるかというとまず認知の偏りがどんどん強くなって慢性化してしまうというところがあります それによって場合によっては他者を巻き込んで影響を与えてしまうということは出ることがありますそして場合によってはま自身へのリスク自傷等のリスクであったり引き込む状態になってしまうリスクであったりというところが出てきます早期治療の効果としてはまずこのパータリティ障害があることを知ることで無意識でどんどん偏りが悪化するような悪循環を防ぐことを見込みますあとは 感情のコントロールなどに関しては鎮服薬などを処方を受けることで対処するということは見込める場合があります。ただし、この偏りへの対策というのはなかなかとこやかありませんので、ここに関してはもう地道に徐々に直面して徐々に修正していくというところはどうしても必要になってきます。続いてがアルコール依存症になります。これは未治療が続くと色々影響あります。まずは依存が悪化してかつ慢性化してしまうというところがあります。 その結果、生活であったり、対人面であったり、そういった様々な社会生活への影響が大きく出てきます。さらには、体への強い影響、多量因子が続きますと、まあ、肝臓。肝機能障害、重症化すると肝硬変などの影響が出てきます。早期治療での効果としましては、まずこれを知ることによって、もう影響。 を少しでも改善していくというところ、そして体への影響も強いというところを知ることが、断酒への取り組みにつながる場合もあります。ただし、この断酒に対しては、まあ、飲酒欲求を下げるなどの薬なくはないとはいえ、特効薬はありません。なので、これはお酒への衝動誘惑というところがある中、それを何とかする地道な取り組みというところは、どうしても必要になってくるというところがあります。続いては接触障害になります。この道を,を続くとどうかと言いますと。 まずま虚、あ、飾などが悪化して、かつ慢性化するまあ、認知の偏りなども間違いしてきます。それによって生活であったり、体人面へのまず大きな影響が出てきます。そして、摂取障害でやっぱり1番注意が必要なのが、もう体への強い影響というところがあります。痩せすぎの状態が続いてしまうことによって、あとは吐いてしまうことが続くことによって、もう体全体の影響が出ます。命にかかることも重症の時は出てきます。 早期治療の効果としてはまずそういったものを知ることによって悪循環への抑止力になるというところがありますそして例えばうつ病が合併並存していることによる悪影響があった場合はその治療をすることで改善が期待できる場合がありますただしこの食事への衝動であったりボディイメージ認知の偏りというところに関してはなかなか特効薬はありませんのでここは徐々にでも地道な取り組みというのはどうしても必要になってくるというところがあります というところなどはあるんですけれども、さまざ、あ、まな精神疾患に関して、いずれも早期の発見、早期治療というのが一定の効果を持つというところは言えるかと思います。ここにおいて対策としての啓蒙活動は全般的に大事というところがあります。早期発見、早期治療を目指していくというところです。そのためにはメンタル不調の知識を身近にするということは大事。それによってご自身で気づく、周りの人は気づく、自分周囲が早期に気づけるような状態を作っていくというところがあろうかと思います。 今回は精神科メンタル分野の言葉、未治療期間について見てきました。体の病気で早期発見、早期治療が大事とされますけど、これはメンタル疾患でも同様な面があります。統合失調症で未治療期間を短くすることが予後に非常に大事だということは言われます。他のメンタル不調に関しても、おおむね同様のところがあるかと思われます。早期発見の実践のためには、検討活動が大事になります。メンタル不調に関して、 対策も含めて知識を身近にすることによってご自身周りの人が早めに気づけばあの徐々に早期発見に近づいていけるかというふうに思いますご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります